選抜高校女子サッカー大会は毎年3月に埼玉県熊谷市で開催される高校女子サッカー大会である。メヌマカップの別名が付けられている。全国高等学校体育連盟管轄ではない大会である。1995年に旧メヌマ町にてメヌマカップとして第1回を開催。その後、市町村合併により、 熊谷市高校女子サッカー大会となり、現在の名称に至る。東日本大震災の影響による2011年、新型コロナウイルスの影響による2020年を除き毎年開催されている。第1回参加は24校だったが、回を重ねるごとに増加し、第6回より48校が参加している。2009年、交体連に女子サッカーが加わり、2014年度から、 全日本高等学校女子サッカー選手権大会を全国高等学校選抜大会扱いとしているが、この大会についてはそのままとしている。現在の会場は熊谷スポーツ文化公園陸上競技場と利根川総合運動公園サッカー場。ただし、第23回は熊谷陸上競技場が同時期に開催される全国高等学校。 選抜ラグビーフットボール大会の熊谷ラグビー場 A グラウンドの改修工事に伴う代替として使用されたためメヌマウンド公園に移して開かれた。ありがとうございます。